はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思いまーす。ちゃうわ。酒好きな俺の、違う、酒好きな新潟人の飲酒動画ね。はい、今日はですね、この割り剤なんですが、梅の花ゴールドというね、全く聞いたことのないような、俺も聞いたことないんですけど。まあ、いわゆる割り剤ですね。こちらは、容量が 600ml。これね、山屋のね、山屋だったかな？の、通販で買ったんですけどね。果汁が 1%。原材料名が、果糖、ぶどう糖、液糖と砂糖とリンゴ果汁と梅果汁と酸味料と香料と保存料と着色料。製造者は合同修正株式会社ですね。あれこれ賞味期限16年、2016年か。の2月15だから、まあ大丈夫だ。まあこちらはですね。まあ俺もあんまり知らないんですが、どうやら、ググったところによると、俺の好きなね、大衆酒場でよく飲まれている、東京とかの大衆酒場でよく飲まれている、下町酒場で飲まれている、なんか、下町酒場の、なんかそういうとこで飲まれてるものの、まあ割り剤だと、いうことが判明いたしまして、まあとりあえずこれストレートで、どんな味するかちょっと飲んでみようかな。乾杯。まあ、これ自体は全然、酒ではないんでね。割り剤ですか。なんだろ、これ。あ、甘い。シロップ。うん。これ、いわゆるね、梅シロップらしい。まあ、梅だね、これ。梅シロップ。うん。うん。梅の味がする。でですね、下町の、東京の下町の酒場では、こういう飲み方が流行ってるらしい。流行ってるというか、金宮焼酎を、こう、ジャーっと入れて、ね。で、これを、この梅の花ゴールドを、ちょこっと入れて、これで、飲むと。これで、いただきます。飲むらしいです。これで、あと、つまみとかを、飲みながら、食いながら、みたいな。うん。うん。ほんのり、甘く。うん。美味しいですね。梅シロップ。大衆酒場。で、ググると、多分出てくるはず。東京下町の大衆酒場の名物、梅シロップ。まあ、名物というか、ね、らしいです。うん。うん。俺が前作った下町ハイボールっていうやつの、まあ似たようなやつですね。
焼酎をブドウ、梅などのシロップで割ったものが出現。はあ、ははあ、まあ、これをロックにしてもいいし、これを、まあ、ソーダで割っても美味しいと。うん。うん。うん。金宮の梅割りっていうらしいですけど。うん。焼酎の梅割り？大衆酒場に、うん、そういうのがあるらしい。まあ、本来は、多分これをソーダで割って、飲むみたいな感じなんでしょうけど。でもこれ普通に美味しいですね。梅。焼酎梅割り用の梅エキスと。うん。大衆酒場、大阪とかでもあるみたいですね。なかなか美味しい。こういうね、大衆酒場って一回行ってみたいんですけどね。うん。うん。まあ、これはね、この梅の香ゴールドは、一応ね、まあ、山屋っていうね、確かネット通販があるんでね、そこはね、まあ、ググってもらって、多分出ると思うんで。梅割り。梅割りっていうらしい。焼酎の梅割り。金宮梅割り。ストレートの金宮焼酎に梅シロップを垂らして飲むスタイル。うん、だそうです。やっぱ主に東京みたいですね。うん。東京のね。本来はですね、これよか多分、もうちょっとちっちゃいかな？このグラスよかもうちょっとちっちゃいグラスで、なんか、下に小皿をこうの、皿を敷くんですよ。ググって分かったんですけど。そこに、こう小皿の上にこれを乗せて、で、金宮を、こう、ジャーって全部、もうまず全部、満タンまで注ぐんですよ。で、その後この梅の香ゴールドみたいなやつを、梅シロップを、ちょちょっと中に、もう満タンなんだけど、そこにビャーって注いで、ちょこっと注ぐんですけど、それでちょっと溢れるんですが、それを小皿で受け止めるみたいですね。うん。うまいっすな。3杯でレフリーストップ。焼酎梅割りの恐るべき威力。4分屋吉祥寺店だって。で、
焼酎の、梅割り焼酎が350円だって。そして、金宮過去25度。一人3杯までだって。つまり、1杯350円ってことか。で、3杯までって書いてありますね。これはね、酔うから、ベロベロになるらしいです。一人三杯までの梅割り焼酎350円。わずかに甘く口当たりがいいのでアルコール度数をつい忘れてクピクピと飲んでしまいます。酔い加減がわかりづらく、いつの間にやら膝に来た、ガク。だそうです。いいね。うん。梅割り。これね、俺がね、以前、なんだ。下町ハイボールっていう、違うな。天馬の梅の、赤ラベルか。天馬の梅っていう、まあ割材ですね。それを紹介したときに、この天馬の梅っていうのは実は青ラベルもあって、それが、今のこの梅の香ゴールドの、と、まあ同じような梅の、やつらしいですね。うん。まあそれもね、天馬の梅っていう。うん。これも下町のね、ハイボールを作るのに、いい、やつらしい。だから俺これも、これの梅も欲しいんだけどね。違う、青ラベルね、欲しいんですけど。天馬の梅が、あんまりね、売られてないんだよね。山屋とかに売ってるかな。山屋宅配で売ってるか。売ってりゃ売ってるで、それで買うんだけど。売ってないですね。まあでも俺、割と新潟のね、東新潟のあたりに、天馬の梅売ってるところあるんで、そこで、その山屋ね、山屋に売ってるんで、買いに行こうとは思うんですけど。ただね、天馬の梅 1.8 リッターなんだよね。一升瓶しか売られてないんで、ちょっときついんですよ。正直ね。正直なところ。一升瓶だからな。でも一升瓶でね、安いんですよ。この梅の香ゴールドがね、確か値段が、600円ぐらいだったかな。これ 600ml ぐらいなんですけど。1.8 リットルで1000円も、1000円ぐらいだったな、確か。むちゃくちゃ安いんですよ。ああ。これソーダで割ってもうまいな。あ、一升瓶で800円。げ、給油だ。一升瓶で800円らしいですね。異常に安いだろ。異常に。一升瓶で800円だぞ。天馬の梅。これ今度買おうかな。今月はちょっと金がないんで。
この青ラベルね。天馬の梅の青ラベル。天馬の梅と、この梅の香ゴールド。で、天馬の梅の方の梅、天馬の梅の方の梅シロップは辛口。そしてこの梅の香ゴールドの、この梅シロップは甘口だそうです。一応アマゾンにもね、この天馬の梅っていうのはね、天馬飲料製造。ただ、値段が900円プラス、送料が826円という、むちゃくちゃなぼったくりの、あれですけど。東京都、天馬飲料製造、っていう会社。アマゾンにも売られてます。で、レビューもあるんですけど、下町、昔ながらのチューハイのもとだ。とある大衆酒場で出会った昔ながらのチューハイ、これを自宅で飲めないか調べていたところ、某本に、天馬の梅とあったので検索し注文し、早速これを入れ作ってみると、あの昔ながらのチューハイでした。これから自宅で飲めると思うと嬉しくてたまらないです。ちなみにおすすめの焼酎は金宮焼酎ですと。この金宮焼酎はね、これも安いんですよ。これがね、これ 600ml で、500円しないぐらいで俺買ったんで。これは結構スーパーとかでも売ってる。うん。度数25度ね。25度。よし。これはね、うん。美味しい。普通に多分梅酒でも代用できそうな気がする。味が結構梅のシロップって、まあ梅シロップ、普通の自家製の梅シロップでもいいと思うんだよな。俺一応梅シロップ作ってるから、自家製の梅シロップ使えるんだけどね。まだ飲んでないし、ほとんど。自家製の梅シロップ。コクはそんなないかな。甘みはそれなりにあるけど。まあでも結構自然な甘さっちゃ甘さ。香りもまあそんなに強くないけど。それなりに香りは、梅の香りは楽しめるんじゃないかな。うん。これは美味しいですね。普通にこれは四つ星で。これ美味しい。これ今度ソーダ割りで飲んでみよう。はい、2344です。ご視聴ありがとうございました。